いやー、さっからすごい雨で、今、バッと青空出てるけど、またガーって降るっていうか、それを繰り返してますね。さあ、今日は津幡特寧幼稚園で食育授業です。おー、虹が出てる。これが北陸の空だよね。青空&土砂降りしぐれるというね。昨日の荒れた天気で栗がいっぱい落ちてるお隣さんの。さあやってきました SL41。 昨日ここの普通じゃないコシヒカリの殻付き巻いたけど、すき込み間に合わなかったみたいです。やっぱり一晩干しましたけど、まあ許容範囲やろ。あそこ橋弱いんだよね。どうやって渡るんや。怖い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 。おお、やばい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 。はい、こんな感じでどんどんしぐれてくる北陸らしい天気になってきましたね。もう晴れ間を見ながらね、ひたすら起こしていくしかないですね。こうなると市街地はちょっと厳しいよね。頑張っていきたいと思います。イエーイ。お、急に降ってきたぞ。また本当にすごいよね、天気の変わりようが。餅つき全開。雨の日は餅つき。津幡徳の幼稚園到着。かな。よっしゃ。はい。はい、じゃあまず林さんにお昼のご挨拶しましょう。三、はい。こんにちは。こんにちは。はい。このおじさん誰？林さん。ああ、よかった。覚えててくれたんだね。この頭につけてるこれ何？お餅。お餅だけどお餅のなんてお餅？鏡餅。さすが津幡徳だ。ねえ、林さん、お餅とかお米を作る会社の社長さんって知ってた？知らなかった？ねえ、林さんね、お米とかお餅を作る会社の社長さんで、今日も雨降ってたからうちで会社でみんなでぺったんぺったんお餅つきしてました。それで今日急いできました、ね、で今日は何しに来たかって言ったら食べ物の話をしに来ました、ね、林さん今から3つの食べ物の話するから、林さんの質問とかなぞなぞに答えてくれますか？はい、よかった。じゃあまず1つ目、今から出すお野菜を空中で育つお野菜と地面の中で育つお野菜で分けてください。指さして。空中は上、地面の中は下ね。わかるね。じゃあいくぞ。人参さんはどっち？下。上いないか？おお、さすがだ。じゃあこれこっちの子ね。じゃあピーマン上。誰か下いたぞ。大丈夫か？お庭に刺さってない？刺さってない？上だな。あ、よかったよかった。あと何やったかな。お、ここにじゃじゃん。ごぼう下が自信なさそうだな。下でいいか？はい、下です。これ下だぞ。はい、ナス。よかった。上だ上だね。はい、続いていくぞ。きゅうり。よかったね。あとどれかにかな。ブロッコリーあった。これはちょっと違うんだな。あ、これはこれトマト。よかったよかった。じゃあ最後、切られてるけどわかるかな。大根さん下。あ、ちょっと自信なさそうやね。大根さんは下です。はい、これで大体分けれました。そしたらさ、この空中に育つお野菜っていつ頃取れるか知ってる？夏。そうだ、夏。暑い時取れるんです。これまでいっぱい取れてました、林さん家の畑でも。でこの地面の中で育つお野菜っていつ頃取れるか知ってる？春もあるけど、秋と冬。そう、秋、これから秋から冬、春にかけて寒い時に取れますね。そしたらさ、みんなさ、美味しくなるんだよ。おお、素晴らしい。ね、そしたら林さんに聞くよ。この地面の中で育つお野菜を食べると体温めてくれるって知ってた？え、知っとるんだ。知ってたんだね。本当か。そしたら今度ね、空中の野菜、夏取れるお野菜を食べると体冷やしてくれるって知ってた？知っとるんだ。津幡徳の子供たちはすごいね。じゃあ林さん、質問です。この空中の野菜で作るおかずを言ってみてください。手挙げて。はい、どうぞ。ポテトルトサラダ、はいはい、どんどん行こう。はい、どうぞ。ってどうよ。うん、トマトスープ、あ、素晴らしい。ハイカラやね、ほかほか。おい、トマトサラダ、はい。お、ピーマン何？は、ピーマンのハンバーグ、いいね。お、ナスもあると、ナスも、はいはいはい。ナスの炒め物、林さんも大好きだよ。うん、ねえ、他にまだある？おいしいナス、はい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 。どうぞ。ピーマン肉詰め、受け君、はい、どうぞ。トマトは？トマトハンバーグ、なんかすごいのがあった。はいはいはい。あと答えてない人いるか？あ、答えてないか。はい、どうだ。はい。無限ピーマン。え？無限ピーマン。無限ピーマンってあんの？へえ。それすごい。それ機密のなんか？違うんだ。へえ。林さん、後で教えてね。はい。夏のおかずいっぱい、次を夏のおかずの次ね、まだあんだよ。体を温めてくれる冬のお野菜で作るおかずいってください。はい、え、大根、おでん、うん、おでんね、おでんはいいよね。他は？はいはい、大根の味噌汁、オッケー。はい、次。はい、じゃあ、かききび。はい、どうぞ。大根サラダ、林さんも好きよ。うん、じゃあ、はい。人参しりしり、渋い渋い。はい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 。大根の炒め物、お、なかなかレアなもん言ってきたな。他何かあるか？はい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 、どうぞ。忘れた？うん。ごぼうで作るやつあるよね。お正月とか、はいはいはい。ぐわー、味噌汁ともう一つ。はい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 。じゃあ豚汁もやけど、ほらごぼうで作るやつ知らん？知ってる？知ってる人いないの？はい。え？わからん？はい。きんぴらごぼう大正解、イエーイ。はい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 。今いっぱいおかず出ましたけど、でもさ、お母さんが間違えて。こんな寒い日に、これから冬寒くなるのに体が冷えるこの夏の空中の野菜ばっかり、毎日サラダばっかり食べたらどうなる？寒くなったらどうなるの？風邪ひくよね。ねえ、で今度夏の暑い時に毎日おでんばっかり、熱々のおでんばっかり食べたらどうなる？汗かくたらどうなるの？熱出るの、なんつうのそれを、熱中症。そう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 。だからみんなね、これから寒くなるから大根さんや人参さんやごぼうさんやら地面の中のお野菜が入ったおかずをたくさん食べてください。でこれからまた夏が来て暑くなったら空中のお野菜をたくさん食べて体を冷やしてくださいね。じゃあ聞くよ、トマト嫌いな人。いる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 。はい、下ろして。はい、次、ピーマン嫌いな人。いる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 。全部好き。で、だから、で、トマトとキュウリ嫌いだったら、他ので頑張ればいいんだけど、うん、大丈夫？ね。でもね、おかず食べるとき緑や赤や黄色や紫とかいろんな色のものを食べた方が体にはいいんで、みんななるべく好き嫌いせずに食べてね。頑張って。はいはい、これで1つ目のお話は終わりです。皆さん上手でしたよ。はい、次2つ目のお話なんだけど、今から配るものを何ですかっていう形なんですけど、これ触ってもいいけど食べたらあかんよ。なんだろうな、なんだろうな。みんな林さんに返してくれた？ポケットに入れてない？よし、はい、みんな見ましたね。はい、じゃあ質問、これは何でしょうか？はい、稲じゃない。稲は入ってないはず。はい、ハリネズミたちが食べるご飯じゃないけど、誰かのご飯。誰のご飯？はいはい、ん？何のか、だからその何かは誰？はい、次。はい。ハムスターのご飯。ハムスターでかい。ハムスターでかいぞ。はい。馬。おお、近い近い。近い。お、すごいぞ。もう誰か答え言っちゃうじゃん。はい。ああ、飛ばない。飛ばない。はい。野菜のご飯じゃない。動物。はい、もう一回でかくで。牛のご飯。大正解、もうでかった。すごい。牛早いね。牛のご飯なんだよねえ。みんなこれライオンさんの餌とかさ、キリンさんの餌とか、イルカさんやクジラさんの餌って言うんだけど、みんな知ってたんだ。すごいね。知らんかった？はい。そろそろお肉が。あー、すごい。これ牛肉です。はい。じゃあみんなお肉好きですか？はい。林さんも大好きです。はい、そうしたらさ、これ片手で持てますね、お肉ね。でも牛さんがこれだけのお肉を体で作るときには、実はこんなにたくさんの餌を食べてるんです男の子2人で入れ込んか持って男の子2人、誰か。じゃあ2人。じゃあ順番に切る。順番にいこうか。はい、じゃあ2人ずつ。はい、せーの。はい、ずっと持っとって。はい、下ろして。どうや、重い。じゃあ力強そうやだから給食まで持てる無理だから下ろして。はいねえ、みんな力持ちで持ってくれたけど、たったこんだけのお肉作るのに、実は牛さんこんなにたくさんご飯食べてんだよねえ。そうしたら林さん、みんなお肉大好きだよね。毎日朝昼晩焼肉いっぱい食べたら、林さんちょっと困ることがあるんだよ。いつも食べてる。林さん困ることがある。なんでかって言ったら、毎日みんなお肉ばっか食べたら餌が足りなくなっちゃうのよ。そしたらここに入ってるのトウモロコシがたくさん入ってるんだけど、林さんの田んぼ、お米やめて全部トウモロコシ畑、みんなのお家のお庭もトウモロコシ畑、この津幡徳野の園庭、お庭も全部トウモロコシ畑にしないと餌が足りなくなっちゃうんだよ。わかる？ねえ、トウモロコシだらけになったらみんな困るやろねえ。だから林さんからお願いがあります。みんな歯出してに、あ、マスクしてる人分からない。歯にとんがり歯あるよね。とんがり歯が4本あるから、とんがり歯4本分でお肉食べて、で今度前歯8本あるから、前歯8本でお野菜食べて、次奥歯が16本とか20本入ってくるから、それでご飯とかパンを食べてほしいんです。わかった？わかる？とんがり歯4本分だけお肉食べて、前歯8本でお野菜で、16本分20本分をご飯とかパン。お肉ばっかり食べてたら、全部とんがり歯になったらどうなる？牙になるよね。ドラキュラになっちゃうよね。だからみんなドラキュラにならないように、お野菜もご飯も食べて、でお肉はとんがりは4本分で食べてください。分かった？ねえ、いいお肉やね。はい、バック。はい、おいしいお肉。今日のみんなの給食かな？はい、そしたら今からの3つ目の話が一番大事。今から林さんね、本物の野菜と偽物の野菜を出しますね。本物指さして、わかるね。いくぞ、すぐやるの、すぐやるぞ。本物やぞ。本物どっち？ああ、これしまった、こっちやった。向き間違えてた、くそー。これはどうかな。これ結構いい感じになっとるよ。トマト。ああ、こっち偽物。こっち本物。うまくいった、うまくいった。次はすぐわかる。すぐ答えるの。人参。色が変だよな。あ、これ結構難しいかも。いくぞ、ぐる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 。お、見えたな。はい、ピーマンどっち？ああ、こっちだよね。あ、しまった、穴ないところ見せてしまった。穴ないところ見せてしまった。あ、これも結構難しいぞ。いくぞ、じゃがいもどっち？迷った、迷った。こっち穴開いてる。こっちが本物。イエーイ。これはすぐわかる。あっという間に答えるよ。いくぞ、玉ねぎ。ああ、こっちだね。皮ついてるね。はい、さてみんな上手に分けられました。そしたらさ、食べられるのはどっち？本物なんだ。本物なんだな。あ、でもさ、今日林さん先生にお願いして、このプラスチックの人参細かく切ってチャーハンに入れてもらいます。食べれん？食べれん？じゃあそれは食べたらどうなるの？お腹壊す。あ、じゃあ分かった。みんなの好きなカレーライスにプラスチックのじゃがいも入れてグツグツ煮たらどう？やだ。じゃあそんなカレー食べたらどうなるの？お腹痛くなる。そういうことだよな。そうなんだよね。みんなね、本物しか食べられないんだよな。偽物は食べられないんだよな。ね、じゃあなぞなぞね、食べられる本物と食べられない偽物があるんだけど、本物にはあって偽物にはないものなんだ。はい、一人ずつ手挙げてね。はい。栄養、すごい、いきなりハイレベル。はい、栄養だ、栄養だ。はいはい。はい、ちょっと時間切れ。はい、次。あ、じゃあ、はい。皮、そう、皮もついてる。皮と栄養だけか。はい。命、大正解。つばたとくの答え早すぎる。今日やったの？やってないよね。はい、そう、命なんだよね。栄養とか、あと何あると思う？いやいや、本物に栄養と、あと何あると思う？皮というだけが。命はすっごい大事な答えだけど、まだ他にいっぱいあるよ。はいはい。体を大きくするね、栄養ね。あと何、ほら味もあるだろ。味、おいしくなる味とかあるけど、そう、答えは命ね。命がないと、命のあるものを食べないとみんな生きていけられないんだよね。ね、そう、命のないやつを食べたら死んじゃう。で、みんなご飯食べるときなんて言ってる？あれは命をいただいてありがとうございますという感謝の言葉なんだよね。だからみんなご飯食べるときにはちゃんと手合わせて、いただきますと言って食べてください。はい、わかった？はい、わかった？はい、じゃあこれから、ちゃんと命に感謝してご飯を食べてください。林さんの今日は食べ物のお話3つ終わりました。あまりにも優秀で早く終わりすぎたな。いや、すごいよみんな。どうした？先生言ってないよね。本当に？じゃあこれで林さんのお話終わります。はい。はい、今日は林さんに食べ物のお話をたくさん聞きました。で、今日聞いたことはしっかり頭の中で覚えといてくださいね。で、お家に帰った時に今日ね、お家の人一緒にお話聞けなかったので、お家の人にも教えてあげてください。はい、じゃあたくさんお話ししてくださった林さんにお礼を言いたいと思います。背中伸ばして3、はい、ありがとうございました。はい、どういたしまして。ね、みんなお家でお母さんとお父さんになぞなぞ言ってみて。本物の野菜にあるのはあって、偽物にないものなんだっつって、でやってみてください。楽しみや。答え脱穀どうやった？ねえ、こんな雨の日じゃなくてよかったね。みんな本当に楽しかったわ。さすが晴れ女がいっぱいおる。椿徳のやわ。じゃあね。はい、椿徳の幼稚園の給食をいただいて帰ります。いつもおいしい。イエーイ。はい、これ何？ケーキです。ありがとうございます。クリスマスプレゼント。いち早い。もっと早いけど。ありがとうございます。開く。あ、ぐちょってなっちゃった。手作り？で、給食のね。さすが。出しますか。出す。ちょっと待って。はい。ホールだホール。素晴らしい。いただきます。お母様とおばあ様に。俺は。俺もちょっと食べます。ありがとう。イエーイ。デザート付きでございます。はい、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。はい、無事食育終わりましたけど、答え早すぎ。先生教えたなって疑惑。でも楽しかったです。さあ帰ろう。ゴーゴー言ってるし、風が。すごい天気。帰ろうかな。ひどい目に遭うた。なんだこの天気の変わりようは。なんかこれ雨じゃなくて粒だよね。何か粒だよねこれ。帰ろう。うわー、すげえ。なんだこれ。帰ってきたらすぐ青空やからね。北陸のこの天気は本当変化が激しい。はい、雨の日ですけど出荷準備って結構いろいろありますね。え、まあみんなもいろいろとこういう商品の各スーパーに納品に今走り回っていってます。お餅も少しずつ売れ始めてますんで、ということでね。今日の椿徳の幼稚園、答え早すぎ。盛り上がる前に終わっちまったけど、まあそれはそれでいいけど。問題はあれなんだよね、あそこにある扶養小学校の脱穀10月22日予定、晴れるかということで、晴れることを祈ってしぐれる北陸からお届けしました。イエーイ。おー、 SL は勝ち釜を起こしてたのね、この天気でも。すげえ。問題ないよね。